東北電力は、きょうから家庭向け電気料金を平均 25.47% 値上げし、1ヶ月の電力使用量が260kWh の標準的な家庭の場合、料金は1万142円と2110円値上がりします。国の緩和措置や燃料費調整制度による値引きで、実際の支払い額は今月は7833円、来月は7537円となりますが、この緩和措置は9月までで、今年の秋以降に家庭への負担が本格化すると見込まれています。厳しいですよね。やっぱ今までも高いなと思ったんですけど、さらに上げてなると何を抑えればいいのかなっていう感じですね。もう扇風機1本で、はい、やらせていただきますので、もうなんとか扇風機で少しでも節約しようっていう気はあります、ね、日中とかもクーラーつけたい日とかもあるんですけど、やっぱ電気代のこととか考えるとなんかあまりこうつけられないなってなったりとかして、電気代だけじゃないのは上がってきて生活大変になってきてます。このほか原材料や燃料費高騰の影響で今日から値上がりする主な食品についてまとめました。帝国データバンクによりますと、今日から3575品目の食品が値上がりします。日清食品はカップ麺をこれまでより 10% から13% の値上げ、カルビーはポテトチップスを150円前後から160円前後に値上げするなど、スナック菓子84品を値上げします。またSB 食品やハウス食品もカレールーやチューブ入りわさびなど一部商品を値上げします。帝国データバンクでは来月もパンやパックご飯など合わせて3485品目が値上がりすると見込んでいて、今後も家計への圧迫は続くとみられます。